には、ワッペンシールもお配りしております。このワッペンシールも、見える位置に貼り付けていただきまして、会場にお入りください。受付がお進めないというお客様は、どうぞ、ただいまから受付をお進めください。さあ、今回で、第59回目を迎えております、JA3-1-0、農業事業者大展示会、たくさんのご来場、誠にありがとうございます。今年は新たな試みで、開催日は本日、明日の2日間でございます。本日は11時まで開催になりますので、どうぞごゆっくりとお楽しみください。それでは、大変広い会社に入れてきます。スマートフォンをですね、音楽聴けますので、ぜひ快適な作業ができるんじゃないかなというふうに思っております。はい、で、あと、3番目のですね、スマート化への対応ということで、こちらの特殊仕様のグッドカタシス、ちょうど見ているグッドカタシスなんですけども、こちらの特殊仕様のグッドカタシスです。Thank you.
会場は1階屋外の会場がございます。2階には3階がございますのでご注意ください。1階屋内展示場におきましては、農業用小物資材から大型トラクターなどメーカーが一堂に集結し、新型機械の展示や生活コストを抑える機械資材の補正や最新技術を集めましたスマート農業コーナーも。ちょっとあるからも、ね、人材が気になりますよね。
長時間待ってると悪いって話になってますから、そしたら、こういった機会にですね、日本からプロジェクトスイープにつきましては、井上国の電源が2箇所で、あと志賀社長とが1つということで、そういった条件事項にもですね、対応した国が